今日はありがとうございます。ですね、先生は心理学の、先生でいらっしゃるで、私非常にね、やっぱりその興味があるんですね、はい、で私はヨガのインストラクターをやっていて、はい、でちょっと心のバランスをね崩された方とかも、うん、レッスン生でいらっしゃるの でまた自分自身もちょっと心のねこのバランス崩れた時なんかね、非常にこう、まあ、本を読んだりとかね、うん、もうしながらもどういう抜け出し方があるんだろうっていうことで、こう、そのね抜け出し方ってなかなかねないもんだなって本当に思うんですよ。で先生心理学研究されてまして、ズバリ心理学でその落ち込んだ時とかへこんだ時にこうコントロールするというか抜け出す方法って可能ですか？まあ、可能といえば可能なのかもしれないですけども、はい、いろいろやっぱりそのケースによりますよね、はい、その方がどんな状態なのかを落ち込むといっても何が原因で落ち込んでるかとか、うん、そういう細かいことによりますので、うん、一概にこうなんかそういうことから抜け出せるとかっていうのは、うんうん、なかなか難しいかなっていう難しいこと言ってますよね。でもなんていうかな、私まあ、現場というかね、そういつもこうヨガとかね教えてリラックスするためのこう体操とかをやったりするんですけど、うん、現場の方ではもう早く抜け出したいという思いで来られるんだと思うんですけども、うん、でね先生ね、こう先生は青年期におけるこのアイデンティティの研究を中心としてされているということなんですけど、自分自身も青年期の時を考えてみますと、やっぱりね思春期といいますか、その時にねいろいろ悩んだりとかね考えたりとかをした経験があるんですけども、でその時にやっぱり、こう自分をね見つめるっていうこととか、でそうですよね、それでその情報をね得ようとするとかっていうのが最初に現れる時期なんですかね。まあそう言われてはいるんですけれども、はい、なんか私自身がこう青年期に悩んで、はい、それで今アイデンティティの研究してるっていうわけでもないんですよね、はい、それはなんか一応学問的な興味としてやっていて、うんうん、逆にそうでないと自分の悩みをこう解決しようとして学問をやってしまうと、うん、なんか自分でやってることがなんだか分かんなくなってくるっていうのもあるので、うん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 、自分の悩みの解決のためにやっているというよりはなんか客観的にそういう青年期の人たちがアイデンティティの問題で悩んでいたりっていうのがどういうメカニズムで起こっているのかとか、その、アイデンティティを形成するにはどうしたらいいのかとか、そういうことに興味があるということなんですけどね、うんうんうん、まあ、確かに青年期、思春期から青年期にかけてっていうのは、はい、そのアイデンティティとかそういうことで、うんうん、悩むような時期ではあるとは思うんですけれども、うんうんうん、でじゃあねその時に悩まないと後々引きずるんですかね、例えば中年になってからとか晩年とか、そういう場合もあるとは思うんですけども、はいはい、いろいろデータを見ると、はい、青年期危機説とか青年期平穏説っていうのがあるんですけれども、はいはい、データアメリカなんかの特にアメリカなんかのデータを見ると、はい、意外と青年というのが、うん、そんなに悩んだり不安に、うん、で葛藤に満ちた時期でもないんではないかっていうような、うんうんうん、そういう話もあるんですよね。あ、そうなんだ、で、ただ一部の人たちっていうのは、うんうん、非常に病的になったりっていうのは確かにあるので、うんうん、どちらがどっちとは言えないんですけれども、うんうんうん、だから悩む青年もいれば、はい、そうでない青年もいて、はい、スムーズにいく青年もいるし、はいはいはい、確かにスムーズにいった青年がその後、はい、成人期を迎えて、はいはい、また悩んだりとか、はい、40ぐらいが、うんうんうん、あれだと成人期の危機だとかって言いますけれども、はいはい、その後にまた悩んだりっていうのもありますし、はいはい、またその人のそのパターンにもよりますよね、はい、うん、学校学生期の学
業期の時はこう学校に行ってね、帰ってお勉強してっていう、こうなんかやらなくちゃいけないことが決まってたりで、こう、バリバリ働く時は会社に行って帰ってきて、まあ、朝9時に行ってこう夕方まで働いてっていうのを毎日機械的に生きる生活をしますよね。でその時はもう考える暇もなく、こうなんか社会に巻き込まれてる感じはするんですけど、それからふーっと離れた時にね、あの自分ってなんだろうとかね、あの自分のアイデンティティってなんだろうとかね、そういったことに向き合うというふうに思うんですけど、その向き合う時期っていうのは人によって違ったりとかするのかな。そうですね、はい、あの基本的にはやはり青年期、青年期後期ぐらいの大学生ぐらいの時期っていうのが一番こうアイデンティティが発達するというか形成されるような時期ではあるんですよね、はいはい、ただアイデンティティの問題っていうのは別に青年期だけの問題じゃなくて、うんうん、やっぱり一生涯の問題になってくるんですよね。その後あの成人になってもまた悩む問題なので、あのアイデンティティって概念はエリクソンという人が言ったんですけども、エリクソン自身も、あのアイデンティティの問題っていうのは青年期に始まるわけでも終わるわけでもないというふうに言ったように、やっぱり一生涯の問題でもあるわけですよね、ただ青年期がやっぱりそのアイデンティティの形成というものに関して際立つ時期ではあるとは思うんですけれども、まあね、日本はね、あのこれからこう高齢化社会に向かっていくじゃないですか。で定年になって、例えばお仕事もねなくなって、で子育てとかっていう時期も終わった時に、一日自由になる時間をこう迎えた時にね、あのすごいその自分というものに向き合う時間が来るんじゃないかななんて私想像してるんですけど、そんなことはないですけど、ね、そういうこう問題とかいや、ね、そうかもしれないですよね、うん、あのやはり第二の人生を送る方とか言いますからね、そこでもう一度人生を見つめ直して、もう全然もう仕事とかも転換させてっていう、そういう人たちなんかもいるでしょうし、そこから何かまた定年したら定年したでまた別のことを始めるとか、そういう人たちっていうのもいるでしょうし、そうするとやっぱりアイデンティティっていうのももうまた再構築していかないといけない問題になってきますよね、そうですよね。だからいくつになってもそういうね、あの、ものに向き合うことってあると思うんですけど、でね、あの、まあ日本はねこうあのメンタルヘルスじゃないですけど、高齢者の方でもこう心のね病気になる人が多いから、あのこう何とかしなくちゃっていう感じでお薬のこととかね、あの医療のこととかを勧めたりしてるんですけど、先生のこう研究されてる中で、なんかそういうこうなんかヒントじゃ、リスナーの方に対してこうヒントになるようなこととかありますかね。そういう心のバランスを崩してる時のなんかキーワードになるようなこう、なかなか難しいですけども、例えばうつなんかだと、あの、まあ、成人期中年期なんかにピークがあって、なんかなりやすい病気ではあるんですけれども、今薬が良くなってきて、それを聞きますね、治る病気になってきたんですよね、ですのであのよくこううつの状態があってすごく落ち込んでるのに、それを我慢しちゃわないで、やっぱりお医者さんにかかって、あのまず投薬をするっていうことが重要で、まああのいきなり精神科に行ったりとかっていうのはなんか抵抗があると思うんですけど、あるいは心療内科に行くっていうのももしかしたら抵抗があるかもしれないんですけど、まあ、あの気軽に内科医にでもいいから、あの 話が分かる内科医の先生なんかもいますし、そういう薬を投与してくれる先生なんかも中にはいますので、まずはかかりつけの先生に聞いてみて、で専門的にもし治療する必要があるんだったら専門的なそういう先生を紹介してもらうっていうのが重要かなとは思うんですけれども、ね、先生はね、あのじゃあなぜね心理学ね勉強しようと思ったんですか急に話が飛んでなんか急にそれが聞きたくなったんですけど、あの反対にこう勉強先生のねゼミにね参加されてる学生さんも含めて、なぜ心理学に興味を持って勉強しようと思ったのかっていうことに興味があるんですけど、
うちのゼミの学生はどうかよくわからないんですけれども、はいはい、僕自身はもともと哲学の方にどちらかというと哲学の方に興味があったんですね。で大学受験間際まで哲学科に行くつもりだったんですけれども、うんはいはい、なんとなく心理学の方を読んで、はいはい、こちらの方が科学的だというので、うんうん、まあ心理学はこう心の科学なんていうふうに言うんですけれども、はい、やっぱり科学的だっていうところに、どっか惹かれるものがあって、うんうん、やっぱり哲学から心理学にだんだんと移行してきたという感じなんですね、うん、で大学生ぐらいの時にはもう独自心理学を勉強してなくて、うん、哲学の本ばっかり読んでたりはい、したんですけど、だんだんその心理学の科学性みたいなものの興味深さっていうものに触れてくるようになって、うんうん、やっぱり心理学っていうのは面白いなと、うん、哲学だと思辨的でなんか、うん何か実証してこうなるというのが分かるわけではなくて、うん、心理学の場合は実証して、うん分かってくる物事が分かってくるっていうそういう科学性っていうのが面白いなって思って僕なんか始めたんですけども、うん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 、ただ最近のその多くの人たちが、うん、心理学を志す理由っていうのは、はいはい、やっぱり自分自身の何か問題っていうのがあって、うんうん、自分自身の問題を抱えていて、それを何とかしたいっていう、はい、そういうのがあって、はい特に臨床心理学なんかを目指す学生なんかは、はい、そういう学生が多いようなんですよね。そんな気がします。ただそれもそれでちょっとこちらとしては困るんですけど、はいはい、自分の問題自分の問題として、うん、客観的な、そうなんですよね、うんうん、やっぱり研究は研究として対、うん、客観的に対象化しないといけないので、はい、自分の問題とはちょっと別として考えてもらわないと、はい、なかなかその、うん、心理学っていうのが学問がうまく成立しないかと思うんですけど、ただやっぱり特に臨床心理学なんか目指す人たちっていうのは自分のなんかすごい問題っていうのがあったんで、うん、それをどうにかしたいとか、あるいは周りにそういう問題を抱えた人がいたから、うんうん、それをどうにかしてあげたいとかっていうような、うん、そういう理由を言う学生が多いですね、うん、それがちょっとこう時代の流れで今変わったところですかね。昔はもうちょっとこう先生のように哲学的なところから入ってこう心理学の方に行かれた方が多かったんですかね。今は自分の問題っていうのはこうなんか自分分析みたいな感じとか、うん、うんうんうんですよね。そうですね、うん、だから今自分がこうあんまり精神的に状態が良くないから、うんうん、その自分の状態を良くしたいから、ま、学んでみようみたいな、はい、そういう学生も結構いるんですよね、はいはい、それはそれで結構困るんですけれども、良くならないんですか？だから学んだからすぐに良くなるものではないですよね。でも夢中にもなるものがあるとか、それが社会の中に役立つとかっていうのが一番のこう抜け出し方かななんか思っちゃったりするんですけど、先生ね、先生も哲学がお好きで、で東洋思想とかの考え方で、それでこう日本人はね、こう日本人のこの自我とかね、パートナーたり的なこととかがその他国と例えば西洋と全然違ったりとか、うん、するんですかね先生、うんうん、と言われてますよね、うんうんうん、僕もその日本的なその自我のあり方みたいなのにはすごく興味があるんですけれども、うん、やっぱり西洋の自我とか、うん、あるいは自己とかっていうのは、うんうん、独立的だとかいうふうに言われてるんですよね。うんうん、個人がこう一人一人がこう独立していて、うん、その個人個人が関係を結んでいくというようなものだというふうに言われていて、うんうんうん、それに対して日本をはじめとするアジア圏、うん、まあいわゆる、まあ、広く言えば東洋なんでしょうけども、はい、の人々っていうのは、はい、人と人との関係性の中で自我とか自己っていうのが出て、うん、できてくるっていうふうに言われてるんですよね、うん、自分っていう言葉があるんですけども、うん、言葉にすごく、うん、表現されていて、はい、これ国語辞典引いても出てくるとは思うんですけれども、はいはいはい、
人々の中で分け与えられたところっていうのが自分なんですよね。だから人との関係の中でっていうのを前提として自分っていうのができてくるっていうのが、あの東洋的なっていうか日本的なあの自己のあり方だっていうふうに言われてるんですよね。だから関係の中、関係性の中で自己とか自我とかっていうのができてくるというのが一般的に言われてますけれども、それがじゃあ同じアジアの中でも中国の方とか韓国の方と日本人の方の違いとかあるんですかね。あ、微妙に違うというふうに言われてますね。うちにもあの中国人の留学生とか来ていろいろ研究したりとかしていたんですけれども、やっぱり日本人に比べれば中国人の方がやっぱり主張性が強かったり、強いですね。私もずっと仕事で中国にこう通ったりしてるんですけど、はい、ちょっと日本人とちょっと違うなとやっぱり思います、自己主張割とはっきりそうですよ、ね、されますね、はい、あと、自分の非をなかなか認めないんですよねでもそれもある意味なんかあの強さを持ってるっていうことにもなりますよね。なんて言うんでしょうね、なんか自分が間違ってるっていうことを認めたくないっていう意識があるみたいだよね。そこがすごく、データなんか取ってみてもそういうのが出てきて、出てますか、自分の非を認めたくないっていうことですよね。でもこう日本人が割と独特なのかなって思ったりもするんですけど日本人のそのなんか考え、なんて言ったんでしょうね、あんまり自己主張しないところから始まって、でも実は持っているというようなそうですね、中には意外と日本人でも自己主張するんじゃないか、独立的なんじゃないかっていう、そういう話も一方ではあるんですよね、だからどっちなのかはあんまり決着ついてないところなんですけれども、ただまあ一般的に言うとやっぱり日本人の方がこう、いわゆる和を大切にするというのは、和をですね、重んじるってありますよね。まず相手のことを考えなさいとかっていうように育てられたような気がします。先生、そこにご本があるんですけど、あの先生の、出されている本ですよね、さまよえる青少年の心ということで、はい、アイデンティティの病理というふうにありますので、これを見たら、じゃ読んだらですね、あの青少年の心が分かるんですか先生先生難しいじゃないですか、私にはちょっとこれあの、でも読んでみたいですね。心の一端が分かるという感じですね。一端が分かる、はい、非常にあの私もでも読んでみたいですね、ぜひぜひ、はい。であの、まあ、この 本を先生書かれたあの先生の思いというのは何かあるんでしょうか。あの書いてるの一部分で編集を全体的にしてるんですけれども、まあアイデンティティって言葉がすごく日常化しちゃっていて、なんか分かってるようで分かってない概念だったりするんですよね。そうだと思います、なんとなく自分のアイデンティティはとか何々のアイデンティティはとかっていうけれども、そのアイデンティティっていうのはその日常を言語化しちゃってるからこそ、アイデンティティという概念がまた学問的にも分かんなくなっちゃってるっていうようなことで、ちゃんとアイデンティティという概念を整理して、ちゃんとまあエリクソンという人がもともと言った概念なんですけども、それに照らし合わせてちゃんと考えてみましょうという、そういうところがあのこれの大きなところで、そういった中で、病理的なアイデンティティっていうのがどういうのがあるのかっていうようなことも、まあ臨床的なあのサポートなんかも含めて、書いたっていうのがこの本ですよね。皆さんぜひですね、これを一度読んでいただいて、こう自分とは 何なのかということのこう分かるきっかけになるんじゃないかなって私は思います。私もぜひ読んでみたいです。